ハックの大竹三藤です。ルート外を登る人がいる。あー滑落。ヤマップ投油管に給油。割れろ割れろ割れろよ。あー割れた。おおあっはい、今日は11月23日。今私は大岳の取り付きにいます。はい、後ろに見えるのは小岳。今日はかなりコンディションがいいですね。風も弱くて天気もいい。視程もいいんで、岩木山など綺麗に見えてます。にもかかわらず人が少ないですよね、今日。当たりですね、完全に。はい、ここまでの模様をどうぞ。有毒ガス地帯到着。ここに倒木がありますね。八甲田にしては珍しい。はい、避けていきます。はい、30分経ったので休憩です。レイヤー調整。ラーク。結構小さい落石がいっぱいあります。一本橋。ふぅいやー、沢に見事なつららが育ってます。綺麗だな。ふぅ地獄の沢です。横だけナイス。はい、無表が出来上がってます。綺麗。はい、調子の首到着ですね。いやー、この辺からはもうしっかり雪が入ってて歩きやすいです。カメラ来てるから。イエー。あ、映してたの、はい、あ、気づかなかった。ごめんごめん。千人台降ってたの。便器到着。竿がもう立ってますね。はい、じゃあ千人台降っていきましょう。はい、千人台降って到着です。イエーイ。まだまだ雪は少ない。小岳、高田大岳、そして百名山大岳です。今から登るか登らないか検討します。ヒロさんです。イエブランチ。ヤマップ灯油館に給油。サインしました。はい、小岳との分岐、千人台ヘッドを出ました。都市は小岳、高田大岳まで行くそうです。ヘビー。うちらは大岳ですね。これ登ります。ここで割れろよ。お、羽生結弦がいる。羽生結弦割れろ割れろ。あー割れた。あぶね。富士山行かない方がいいっすよ。スノーボードのトレース発見。好きな人いますね。初滑り取られた。ここだけ。はい、千人台降ってで休憩して今、小岳の分岐のところで、あの秋田の朝新都市は小岳と高田大岳行くって言って一人で行きました。大丈夫かな。トレラーみたいな格好してるんですよね、冬山なのに。すごい、あれは猛者ですね。っていうか今日のメンバーみんな猛者で早いですね。なのであまり撮影ができなかったんですけど、なのでオープニングもここです。はい、こっからは急登なんで、まあみんなゆっくり行くということで。で、昨日も1時まで忘年会やってたのに、みんなタフですね、やっぱ山登る人は。はい、こんな感じで、総勢8名ですね。で、登っていきまーす。はい、鏡沼が到着でーす。串上峰が来て、そして、八甲田のドラゴンアイ。なってないじゃん。残念。お、羽生結弦再び。ここは深いですよ、結構。おお、あっ、大丈夫ですか？
ルート街を登る人だけ。ああ滑落、滑落に背がある。はい、まもなく山頂です。いつも通り祠にご挨拶。はい、ここからの景色もいいですね。はい、八甲田大岳山頂です。皆さん到着。みんなで撮るべ。行きましょう、撮りましょう。三角点はここ。はい、今日は天気最高です。パノラマをどうぞ。怖いのでチェーンスパ履きました。 Amazon で買ったメイドインチャイナ。フィッティングは最悪。まあ滑り止めになればいいでしょう。安全に。仙人隊フィットで昼ご飯です。今日はカップヌードルとセブンイレブンのフランクフルトですね。はい、下山してきました。地獄湯の沢一本橋です。いやみんな早い。このままサクサクと降りていきますよ。岩木さん綺麗ですね。はい、大岳から降りてきました。スカイ駐車場到着です。はい、大岳雪の状況チェック終了しました。まだ見えてますね、大岳。伏見の方はちょっとガスが入ってきてます。天気も悪くなってきて、まあ、ちょうど下山して良かったかなっていう感じですね。今日はちょっと最強メンバーだったんで、すごい行動時間が早い。はい、サクッと終わりました。あとちょっと YouTube で顔出し NG の人もいたんで、ちょっと自己紹介などはせず、撮影しました。はい、結果雪は少ないですね。まだバックカントリーはできないという結果に至りました。残念ながらもうちょっと12月かな、今年は。12月になったら滑りましょう。ということは今日は、ということで今日はこの辺で終わります。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。